赤星、マシマシです。今回もタクメンドットコムさんから、手打ちホムラさんというね、ホムラ、栃木県那須塩原市のお店でございます。こちらね、宇都宮線の黒磯駅ですね。歩くとまあ40分ぐらいかかっちゃうんですけども、平山園の出身地じゃないですか。そうだったのね。まあそうです。初耳だったこれ。知り合いの塩原ですね。お昼はですね、あの福島県のご当地的ラーメンである白川ラーメンというので、手打ち麺を振る舞ってるんですけども、夜、手打ち手綱という二郎系のラーメン屋さんになるんですね。看板を書いて。そう、はい、ただ今回は、ホムラの屋号で、この限定の二郎系を出していると。だからホムラでは本当は出してないんですよ。なるほどね。二郎系は。ならではなんですか。はい、ということで使うものはですね、こういった感じで、うずらと麺と千葉県に行くと、もやしキャベツを揃えておりますね。はい、この商品さ、これ確実にこれジロー作るためのさ、そうなの。割合？ものだよ、もう本当に。割合完璧？割合完璧ですもん。8:2とか。8:2ですね。ありがとうございます。今回も、油とそれから豚ちゃんを分離する作業を、やっておりますね。で、今回ですね、このうずらにですね、ちょっとこの表面油を入れてるんですね。少し、後ほどこれ使う、なんかちょっとお汁粉みたいになってますか、これ。白玉ですか。白玉みたいな。色味が違いすぎて。なってますけども、ちょっと見ていきます。さあ、麺はね、今回、4分半。見えないかも。見えないですけど、風向きが逆になっちゃって。部屋の中だから風向きとかないでしょ、別に。すごい、追い風になっちゃいましたけど。深い風かね。さあ、そして麺をね、湯上がりましたね。4分半ですね。そして混ぜて、折りたたみがちょっとね、すごい重さだったんですね。これは食べてみればわかると思うので、で、お野菜を乗せていきます。ちょっとね、少なめですけども、豚を乗せて、で、油と、卵、これがね、オイリーうずらなんですね、かなりね。そして残った油をこう上からかけてですね、野菜にこう、なんでしょう、テカリを加えてるんですね。これが、あの、後ほど解説していきますが、ニンニク雑だった。ちょっと、はい、ニンニク雑だな。ちょっとミスっておりますけども、ミスだったんだ。やっぱり気になりましたね。まあそうですね、気になりましたか。ミスっておりますね。豚はね、ちょっとこう着水と同時に崩れて、しまったんですね。はい、で、うずらはね、ゴージャスな輝きを放ってますね。少しね、テカリが出ております。油でね、そこは全体的にオイリーなんで、激しい戦が予想されます。インスパイアってリスペクトなんですね。リスペクトなるほどね。はい、リスペクトして、いるらしいですね、ホムラさんね。ホロホロ豚、返しの染み込みすごいですね、これね。ほう、とてつもないですこれね。何かをつぶやいておりますが、何を言ったかは覚えておりません。個人的にはね、もっと入れてほしかった、これ本当に欲しかったんで、豚さん。なるほどね。はい、そして現れました、オイリー野菜です。ね、ちょっとさ、ジロー三田本店とか行くと、かなり野菜がオイリーなんですよ。なんかもうクタになってるレベルのね、そう染み込みすぎて、どうにかそれをね、表現したいっていうところまで僕来たんでね。大村さんの、油かなり合ってました、野菜と。あ、このタイミングで見た本店を再現するっていう。はい、そうですね、さすがリスペクトということでね。麺ですが 280g 茹で前ですね。はい、とつもなく太いです。油分の多いスープなんで引き出すのがかなり、こう大変でしたけども、これがね、手打ち麺としてめちゃくちゃ美味しかったんですよね。わしわし感があって、やっぱこう手打ちだなというコシが良かったね。とってもね、一本一本がちょっと長いんで、すすりがいもあるという。長いな、本当にすごく長いです。はい、これ2本ぐらいじゃなくて、これそうそうね、そうですね。実際の店舗でもちょっとすすってみたいなという気持ちがでかかった。さあ、そして行ってる間にね、これスープですけども、うまく一旦ですね、下の方のあのスープを出したいので、かなり麺にこう避難させてから飲みましたが、返し醤油と2度に分けて作るこうスープらしいんですね、炊くときに。ああ、そうなの。2度に、はい、2度に分けてこう炊いたりするらしいです。なので、そのエキスそのものを味わってるかのようなすごい濃さでしたね。なるほどね。で、まあ返し醤油で使えてるんで、あの油に負けずにこう、下からこう割り込んでくるような濃さがね、特徴的でしたね。油は分量的になんか油が多めかなっていう。
見た目だった。そう油多めでしたが、もう負けないわけない。返しも金し返しなんで、すごい韻を踏んじゃいますけども。お、韻を踏んじゃいますね。ちょっとそれに対する返しができなかったですけど、ちょっと確かにな。うん、返しますね。ごめんなさい、アンサーもできないですけど、僕もラッパーなんすか、ちょっとちょっと、なかなか出てこない。この辺だからもうね、うずらと、もううずら終わりまして、ニンニクちゃん、これね、ジョンケンさんニンニクこのニンニク僕が買ったニンニクで使い切りましたね。はい、まあいいんですよ、全然。またちょっとね、買ってきますね。一回も食わなかったですね。そうですね。すいません、もう全部。いや、全然いいですよ、はい。美味しく食べていただいたら。本当ですか？構わないです。すいません、美味しかったんですよ。千葉県産ニンニクだけではね、ちょっともう足りなかったんで。なるほど。はい。桃屋さんにも手伝っていただきました。ね。そして最後、スープをね、ゴクッと飲み干したところ、なんと下から現れたうずら。油にまみれててマジで分かんなかったですよ、最後。残ってたんですね、ファイナルうずらが。ということで、あ、完璧です。これ全部飲んだんですよ、ですね、この油スープ。すごかったです、美味しくて。さあ、ということで、ステータスで、ございますが、まあ、マシマシでやってね、野菜は少なめの方がダイレクトにスープ味わえるんで、あ、なるほど、いいかな、思いましたね。手打ち、大村さん。まあ、黒磯駅、那須塩原市といえばですね、2年くらい前に別の二郎系のお店にもちょうど行ったばっかりで、はい、ばっかりで2年前でばっかり那須塩原という、まあ、やっぱり避暑地でありながら、二郎系の流星が目立つということでね、今年もこれコロナ開けたら行きたいんですけど、いいですか、行って。まあ、開けたらもういいんですね。やったー。俺の許しが必要だった。必要です。関係ないと思います。黒磯市、黒磯市じゃない、那須塩原市ね。ホムラさん、ごちそうさまでございます。ホムラさん、you